チース。今日は自宅にあるクローゼットの中とかいろいろ断捨離していこう。ありがとう。とうとう自宅ロケを OK してくれましたね。まあモーニングルーティーン撮ったし、あとまあこんちゃんはもう歴代の僕の家全部来てるでしょ。そうですね、もう5、6軒あの練馬のあの傾いたアパートから来てるもんね。そうですね、そっから考えるとものすごく綺麗なクローゼットのお家に引っ越しましたね。いや本当そうよ。しかもね、こうあの時はもう本当になんだ、クローゼットもないし、段ボールの上にあのドラム缶のね、はい、テレビ置いてたもんね。そうですね、うん、ドラム缶、ブラウン缶、ブラウン缶だ。ちょっとクローゼット行く前に、うんうん、このサイドにある、うん、この左の赤いのは何ですか？え、これもちろん木刀よ。あ、木刀。え、もちろん持ってるでしょ、男だったら。寝室に木刀ぐらい、1本や2本。1本持ってる。これは護身用ですか？まあ護身用だし、まあそうね、これなんかものすごい木刀だからね、樫の木かなんか、ものすごい硬いんですよ。あ、音聞く？音珍しい、結構いいやつ。まあピンキーだからね、あの木刀も。はい、わかる。はい、音鳴ってました。でもあ、もう一本持ってるんですね。まあ正直、まあ、年代に合わせて、まあ、5、6本は持ってるかな。ギターみたいに自慢しますね。ギター持ってる趣味の人がなんか言う感じですね。いや普通は僕通ってない男だった、寝室に。中学校の時はあったと思うんですけど、うん、36歳ではあんまないと。あ、そう。はい、俺これなんかもね、結構軽いんだけど、これあの鹿島神宮のね、あの御神道なんか、ちょっといい、ちょっと落とす、ちょっといいってなんですか、うん、ちょっといい、ちょっと音させる、あ、音、うん、分かる、全然違うでしょ。はい、分かります。ちょっと今重心が今グッとまあ模造とは別のとこにある竹光、竹光、うん、竹の、おお、あ、後ろにバッて大丈夫ですか？一番怖い、一番大丈夫大丈夫ですか？大丈夫、傷ついてないですか？大丈夫ですか？あ、そうです、そうです。ちょっとあの右にある木のやつはなんかありそうなんですけど、もう、あ、これはね、いいかなって気はしてます。これはね、ぜひクローゼットの中身なんで、これね、あの古木明劇図っていうね、はい、初公開だからちょっと照れるし、はい、本当に普通のやつよ。はい、うん、こう中に変な面白いやつとか入れた方がいいとかないよね。いや、もうリアルなのでいいです。リアルなの、はい、え、ジャケット多くないですか？セットアップだね、上は。だから、あのスーツとかね、スーツセットアップとか。これ全部着てるんですか？これとか、いや着てるよ、着てるけど。一番よく着るのどれですか？ちょっとお気にはこれかな、やっぱこのネイビーの、まあ、なんとも言えないネイビーでもないんだよ、なんかすっごいなんかね、いい色やっていう。これ最近よく見ますね、ね、インスタで。そうそうそう、カナダさんのこれすっごい気に入る色がね、なんかねネイビーの中でまたちょっと違うんだよね。ネオネイビーっていうか。え、そういう名前なんですか？うん、俺がネオネイビージャケット、これ何着あります？ちなみにざっとでいいんですけど、7、8じゃん。俺もでも服があんま持ってないから、ね、この辺はもういつも YouTube とかに着てる。これとかもな、めちゃくちゃ好きなの。あんまり着る機会なくなっちゃった。ちょっとキュッとして、あんま着てるとこ見たことない。そうそうそう、でも数年前までよく着てた。これはどこで買ったんですか？これネット、基本ネットですか？レゾスさんとこかな、アマゾンですね。そうそうそう。断捨離するものはないですか？ジャケットの中だとコンちゃんさん、はい、コンちゃんサイズ、まあ、我々身長ほぼ一緒じゃん。そうですね。これ着れる？あ、ちょっと肩パンパン。これね、俺でも肩結構きつめなの。これだからあんま着ないんだけど。確かにちょっと手がもう。そうなの。ちょっと小さめ、キュッと
キュッとしたサイズで着るらしいんだけど、これ断捨離。お、うん、これリアル。まあもしよかったらコンちゃんっていう感じ。了解。着れないかもしれない。そうですね、コンちゃんの肩幅とか。これとかもね、なんていうんだっけ、ルードギャラリーか。あ、結構有名なブランドですね。そう、これよく着てたでしょ、覚えてる。ちょっとあの俺が あのロックのブランドですよね。あのなんていうの、カチッってしてさ、あのモッツ系っていうの。あ、はい、モッツ系っぽいこと。あのドクターマーチン履いてさ、モッツ時代ありましたね。モッツ時代あったでしょ、あの時によう着てた。今ちょっとまたダボットに戻っちゃったけど。ああ、でも、うん、こんな時代があったんですね。あって、こうカチッと決めてさ。ああ、かっこいい。髪型カチッと決めて、なんかジーンズ、あのなんていうの、タイトなジーンズにブーツみたいな、うん、やってたんだけど、もうなんかこれ系はもうあんま着なくなっちゃった。これ正直変な話、高いの。ちょっといや高いですね、いいね。ルードギャラリーは高いですね。だからキープ。着ないけど、うん、着ないけど、いつか誰かとか、あと年齢が上がってまたちょっとそういうのに戻るかもしれないしね。あとこれがちょっとミスったんだよ、これ着ないんだよ。これエメリカってスケボーのブランドなんです。いやでも別にいいですけど。本当しっくり着てないんですか。これも全然着てないんだよ。これも高かったから、あの持ってるんだけど。だから高かったからで選んじゃいけないかもしれないですね。そう、どんどんそれは。でも捨てれないの。俺結構断捨離精神あるんだけど、この今のルードギャラリーとこのエメリカ、ちょっとなぜか捨てれないの。あのこんまりさんっていう断捨離の有名な方がいるんですけど、うん、その捨てるか捨てないかの基準は、うん、ときめくかどうかっていうのを自分の感覚に聞くことが大事だった。コアファイターの G ジャン。あんま着てないですか最近。これもう昔を着てたけど、鏡で自分で見てときめくかどうか。ちょっとときめいた、うん、完全ときめいた。これはやっぱね、これね、スーツのシャツとか、ね、まあこれクリーニングで、はい、でも俺なんか変な体型らしくて、はい、オーダーメイド、はい、ストレートネックだし、そのなんですか、肩に合わせると腕が合わないとか、そういうことですか。そうそうそう、手が長いんだ、やっぱリーチが長い。へえー、シュッ、リーチ長い、リーチが長いのと首が細い、だからあまねし、それかっこいいんですか今。ん、じゃさっき木刀と一緒ですけど、かっこいいんですか。し、まあジャケット1個だね。あとこっちこんな感じ。おー、でも結構アウターですね。そう、これはまあ冬のアウター系とスーツと、あとこれはあれかな、ネクタイとか、うん、なるほど、帽子とかって感じね。下バッグ、このアウターは全部着てる感じですか今。うん、まあこれ YouTube よう出てくると思う。これとか全然着てないね。これものすごいあったかいと思って買ったんだけど、なんか日本帰ってきてもあれ、これはじゃあときめいてないってことで、ちょっとときめかなくなってきてる。こんちゃん着る、これ着てもしょ、まあ後でちょっと、はい、これも一応じゃあ断捨離ですね、うん、すっごいいいやつなんだ、はい、だけどこれそれも着なくなっちゃったな。これはどういう経緯で買ったんですか。これあの品川商事の品川さんと、はい、俺が着てたあのダウンとトレードで、品川さん全然着てないっていうから、もうほぼ新品。ちょっと着てみてください。ちょっとだからライダースっぽい感じ。ライダースダウンっていうのは何ていうの、これ、はい、ライダースでアウターすごい感じなんですよね。だからこれをね、どうやって着こなせばいいか分かんなくて、持て余してる完全に。どうしたらいいか分かんない、すごく気使ってます。しかも品川さんからね、こうほぼ新品状態で、うん、これコンチャーと一緒に買いに、それそのダウン覚えてます。これもいいやつなんだよ。一緒に買いに来ました、伊勢丹に買いに来ましたね。そうそう、これもね結構母さんカッコつけてましたね、伊勢丹で。そう、なんかそのよく分かんないけど分かるみたいな。あ、はいはい、あのみたいな、ブランド名ブランド名、まあ、あのねみたいな。これ篠原結構ダイエット買えんの、これむちゃくちゃ。でもこれいいでしょ。いいっすよ、うん、これだからロンドンスタイル、ロンドンの新聞記者って言って、ひじきはこれに、あのそれ言ってましたね、ロンドンの新聞記者をテーマに服買ってましたね。これにハンチングに、ロンドンのって何ですか、さっきからなんかロンドンの新聞記者って言ってますわかる、この感じ。英国紳士なんて言われて、いやいや、だから英国武士わけがわかんない、紳士武士
でやっぱ俺のおすすめはこれよ。これ俺の友達があのシートベルトで作ったバッグなんだ。へえ。これはあのアメリカのネイビーシールズが本当に使ってるやつ。ネイビーシールズというのあの特殊部隊。へえ。おかっこいい。かっこいいでしょ。あったかいですか。あったかいしめちゃくちゃあの動きやすいし機能性抜群で安全性もそうだし、で銃撃つ時とか完全に銃撃つ時あるんですか。うん、まあたまにね。うん、何が起きるかわかんない。だからこれ剣なんかも全然握りが違う。また剣いきますか。そう、剣と銃好きだ。でこう来たらこう、こうでね、この辺はね、もう中はねごちゃごちゃ、なんかあの昔のやつとか、はい、ここの中にコントの衣装とかあるけど、ああこれはやっぱ断捨離してった方がいいんじゃないですか。そうね。あ、これは宇宙警察いたね。宇宙警察のキャップですね。宇宙警察のキャップあったよ。これはどうしますか。断捨離、これは断捨離不要かいるかだっていうとどうですか。いるだろう。あ、たこ焼きんですね。たこ焼きんちゃんいるね。たこ焼きんもやってないですね。たこ焼きんやってない、堤下さんの会で。あ、宇宙警察、これは何のコントですか。これなんかあのインストラクター。何のインストラクターですか。何かしらのなんかいろんなインストラクターのキャラ。どういうボケなんだろう。確かにこれ何て使うの、若手時代のやつとかいっぱいあるじゃん。そう、おお。それ使うときありますネタで。これもう使わないけどなんか思い出なんだよな。その時のネタが受けたかどうかは覚えてますか。そうそう、覚えてる。しっかり受けました。むちゃくちゃ滑った。だから覚えてる。でも捨てられないですね。そうそうそう、捨てられない。結構めちゃくちゃ滑ると捨てる人いますけど。そう、コント衣装ってなんか捨てれない思い出というかさ。あ、デスヤさんのサイン。これ大丈夫、俺曲がっちゃって。デスヤさんこれすごい。これ断捨離で。断捨離で、はい、はい、これ断捨離で、はい、以上、結構ラフなクローゼットの中身断捨離じゃなくて結果紹介になってしまいました。でも2つこれ断捨離しますということで、みんなも断捨離常にした方がいいよ。おつんこ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。だし